唔驚唔驚，但係好緊張。好緊張。係啊。今日老公點解唔陪你一齊嚟啊？啊，佢都有做嘢，所以我哋行く時に頑張ってね、頑張ろうって言ってきました。佢嚟嘅時候，老公叫佢努力奮鬥。喺車嚟過嚟。係啊，係啊。有事咩啊？教下你點樣出席啲場合咁樣。有冇教下你啊？點樣面對住？プラスにメンスでどういうふうにするかと教えてくれました。いえ、頑張ってこいと言われました。もう暑いわ。はい。こんなにたくさんと思わなかった。ご主人が、なんか喋ってはいけないということとか、特にない。もう、もう。少少啦。簡単話咪，特登為咗今次活動而學嘅。簡單話唔係，你要先練嘅，先冇可能。係你香港之後學，慢慢學。係跟老師學定係老公教你啊？簡單先生に習ったんですか？そのご主人に習ったんですか？最近スクールに行き始めました。最近有去學校上課。係啊，啊嘛，係啊。而家學到嘅，你覺得自己聽？聞くと喋りがそれぞれ大体どの何割くらいができますか？大体30%。好少識聽少少，但係好難識，好難識講，好難講。係啊，係啊。ちょっと下に、ちょっと下に。OK。ステッカー見せる。OK。平時要出街咧，會唔會嗌埋老公一齊先至敢出街定係話自己一個都膽粗粗用廣東話可以出去溝通啊？外出時外出時一般如果先至一緒にしてくれ、それもも大丈夫自分でもできる。あ、お、お、自己、自己好、一個人。OK。大膽喎！咁話同阿老公即係阿家婆奶奶，係奶奶係。あ、君のお母さんとか、ここ、君のお父さんとか、こういう、付き合い方はどうなってますか？方は、そう、私の広東語はあまり良くないけど、いいコミュニケーションを取れてます。所以呢，廣東話唔係實用實用，但係咧，同家公家婆咧個溝通都非常之好。嗯。咁邊個做翻？平時係咪一定要老公喺身邊做翻你哋？如果老公唔喺身邊，點算咧？普段はここ数年に通訳してもらうけども、ご主人が例えば出張とかいないと、こう通訳はいらないですか？外出の時、あ、義理のお父さん、いらない、もう、こう例の問題です。義理のお母さんに、産みなさいと、子供を産みなさいと言われましたか？私たちのタイミングを待ってくれてます。配合要配合時間咧，配合時間。即係三 B， 三 B 係啦，三小朋友。咁你自己唔心急，唔心急同媽咪相處。焦ないですか？お母さんになるのは焦ないですか？焦ってないです。我終於可以做嘢喺香港，所以我而家想加油。今は頑張りたいです。而家主要都係工作努力啲。嗯。你而家主要係住喺香港定喺日本啊？香港。係啊係啊。有冇有冇好掛住屋企人？啊，唔掛住。係啊。屋企人有冇聯絡啊？點樣聯絡到啊？咁樣。連絡取ってますか？啊，係啊係啊，每日都係啊，有message。誘ってきますか？香港に遊びに行くの？来たいと言ってます。有咁嘅打算咧？係啊，我爸爸好中意香港。佢爸爸好中意香港啊！即係之前嚟過啦。我父さんが香港にいらっしゃったことあります？啊，係啊。我即係見過面啦，大家係咪？即係嚟過探你啊！其實結婚嗰陣時咧，佢爸爸有出席。唔係啊。之後冇嚟。想生小朋友係想生嗰個女先定生個男仔先啊？有冇話想生嘢？
供産むなら、どうなるか、どこなの、その何人、そういうつもりあるんですか？あの、キキララのように、リトルチューンスターズ双子そう、リトルチューンスターズ早っ我跟阿坤哥一起去商量了这件事。我最近都相談しました。今的工作。耶，私の夢です。My dream。咁你平時分開係飲食上會照顧阿坤哥，即係日煮嘢俾佢食啊，煮湯啊嗰啲，因為中國人好中意飲湯嘅。啊，飲湯。嗯，阿羅。中中華食。啊，我。唔煮，但係奶奶煮。嗯。你知唔知你老公有個好出名嘅詞語叫成功西啊？哈哈哈哈哈。Nickname 的，でもわからない。我少し知道 Nickname 的，我識唔翻嚟，好似。食好嘢啊！啊，食好嘢啊！いいもの食べる。それはご主人の。リックネームあまり本気にしないで。オッケー、オッケー、オッケー。你知我哋講緊乜嘢？話緊咩啊？我知道，係啊，知道啊。搞笑嗰啲嘢咧，即係新聞裏邊嘅佢嗰啲嘢同你翻譯。こういう例えば彼のニュースとかそういうこうちゃんとこうあなたとこう伝えてあげますか？そういう内容とか。まあ、スキャンダル運転全く。もう。咁你會唔會打定嗰啲緋聞啊嗰啲？自分からこう聞く、そのスキャンダル。あ、前のってことですか？聞かない。結婚之前講曬啲嘢。結婚する前はご主人が教えて、全部教えてもらいました。でも私の前にいるのが彼なので、全然心配なかった。好有信心對上，對老公好有信心。嗯、請訂閱我哋嘅 YouTube 頻道，記得撳埋個鐘仔啊！